か。やぎたのゆうぎょうグレープ。さあこのモンスターは一体何かな。正解はなんやこれ。デッキ組んじまったぜ、ヤグタウンだろ。さあということでワイルドマンデッキ組んでまいりました。もしねこのデッキ、この動画少しでもいいと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタン、どうもよろしくお願いいたします。別にね、このデッキ、この動画ワイルドやと思ってくれた人もチャンネル登録、グッドボタン全然してくれて大丈夫なんでということで、ワイルドマンデッキ、エレメンタルヒーロー、ワイルドマン、このカードはモンスターゾーンに存在する限りトラップカードの効果を受けない。そして、天下人支援、このカードはフィールド上に表側表示で存在する限りトラップカードの効果を受けない。要するにこの2体ともにね、攻撃力1500、この2体で相手のトラップカード一切気にせずに、攻めていきましょうといった形のデッキです。さあそれではね、スキルなんとこれバランスにしております。確実にねモンスターどちらか引けますよと。じゃあそれではトラップの方を見ていきましょうか。トラップをね6枚採用しております。で、そのうち2枚が狡猾な落とし穴、これはねもう引いたら確実にアド得なん でさらにバランスを採用していることによって確実に1枚しか、まあ最初はね、まあ、確実に1枚とは言えんが、非常に高い確率で1枚になる可能性が高いといったところか。そしてはいこちら神の忠告ね、これは3000ライフポイントを払うという非常にねリスクの高いカードではありますが、このデッキとは相性抜群。なんとね速攻勝負をつけてしまうようなこのデッキではライフポイントなんてねあんま関係ないので、自分の魔法あのトラップゾーンにセットされているカードがこのカードのみの場合3000ライフポイントを払って発動、モンスターの効果魔法トラップカードが発動した時にその発動を無効にできるのと、自分また相手がモンスターを召喚判定召喚特殊召喚する際にそれを無効にしそのモンスターを破壊すると、要するにもう何でも止めちゃいますよといったカードですね。で残りライフ1000になるんだが、まあまあそれは指した問題じゃないだろう、なぜならば速攻で勝ってしまうからといったことです。でトラップカードともう1枚ね、これマジックドレイン、支援と、ワイルドマンはトラップカードは防げるんだが魔法カードは防げないのでそれをこちらでカバーします。マジックドレイン、相手が魔法カードを発動した時に発動できる、相手は手札から魔法カード1枚捨ててこの効果を無効にできる、しなかった場合はその発動を無効にし破壊するといったことです。さあそしてね、速攻で決着をつけるといったところ、じゃあどうやって速攻で決着をつけるのといったところで火力を上げていきます。こちら魔導士の力、これがねもう最高に倍強えな装備モンスターの攻撃力守備力は自分フィールドの魔法トラップカードの数かける500ポイントアップするといったところで、フィールドにこのカード含めて、3枚セットされているのであれば、1500、アップすることができるっていうことだな。1500とか強すぎるからな。それだけでこのワイルドマンも攻撃力3000に増えちゃうの でさらにそこに、1000ポイント攻撃力が上がった上に、はい、デーモンの斧、まあこれはね昔からやっている人であればもう馴染みのカードでしょう。装備モンスターの攻撃力が1000ポイントアップするといったところ、このカードがついていればさらに1000ポイントで4000まで攻撃力が跳ね上がるといったところですね。で同様に1000ライフポイントじゃない、1000攻撃ポイント上がるのがこちらシールドバッシュ、通常召喚されたモンスターにのみ装備可能、装備モンスターの攻撃力が1000ポイントアップする、装備モンスターの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージはゼロになると、これなんかあれやな、マーベルに出てくるなんか斧持っとるやつに似とるな神様に、まあというにわか知識をさらしたところで、このデッキ、まあ非常にねやりたいことはシンプルです。もう速攻で勝ちましょうと言ったことですね。まあ狡猾引けりゃもう相手をね速攻、あちなみにちょっとごめん説明し忘れた、狡猾で、自分の墓地にトラップカードが存在しない場合フィールドのモンスター2体を対象としそのモンスターを破壊するってことなんだが、
まあ、その2体相手がモンスター1体しか来なかった場合でも自分の支援であったりワイルドマンであったりも選択可能です。選択可能だが効果を受けないというだけなので、相手のモンスターだけね破壊することが可能なので、そこは存分惜しみなく使っていただければなと思います。さあということで、じゃあもう一回言っとこう。このデッキ、この動画ちょっとでもねワイルドだと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたす。ということで、デュエルスタンバイだろ。未来を紡ぐ D の力、 D ヒーローたち、僕に力を貸してくれ。さあ行くぞデュエル、私のターン。カードを伏せる。入れよ、モンスターを攻撃表示で召喚。ターンエンドだ。僕のターン、ドロー。来い、モンスターを攻撃表示で召喚。カードを伏せる。手札から装備魔法発動。バトルだ。打ち砕け、モンスターでアタック。ターンエンドだ。行くぞ、私のターン。ドロー。今こそ入れよ、モンスターを攻撃表示で召喚。リバターンエンドだ。運命はまだ決していない、ドロー。モンスターを攻撃表示で召喚。手札から装備魔法発動。ダイレクトアタックを行う。見よ、リバースカード、トラッパーを。まだ私のだ。私の負けか。戦う前からお前の運命は決していた。
紡ぐ真の勝者デュエル。僕のターン。モンスターを伏せる。カードをセットする。ターンエンドだ。俺のターン。ドロー。一気に行くぞ。モンスターを特殊召喚。モンスター効果発動。行くぞ。モンスターをアドバンス召喚。払わせるな。ターンエンド。父さんが残してくれた D ヒーロー。ドロー。来い。モンスターを攻撃表示で召喚。手札から神魔法発動。迷ったようだな。